こんにちは。麻生財務大臣ファンの皆様、財務大臣が終わっても財務大臣時代の動画でいろいろ突っ込むというね、こういう風な楽しみが私たちには残されております。まあ、つまり麻生財務大臣の財務大臣時代の、まあ、遺産と言いますかね、まだご存命なんでこういう方がね不損かもしれませんけども、財務大臣としての麻生太郎さんはねもう去っていったということなんで、まあそういう意味では遺産と言わせていただいてもいいのかなと思いますけども、その遺産を私たちはね食い潰していこうかと思います。さあ今回のインタビューはね、全42分のインタビューの中、会見の中の最初の14分までをまあ拝見してですね突っ込ませていただきますけども、だいたいね10分から14分の間の4分の間にまあいろいろ麻生財務大臣語ってるんですよ。例えばね、麻生財務大臣が財務大臣に就任して終わるまでに、最初就任時っていうのは税収が42兆円だったらしいんですよ。それが財務大臣を終える頃には麻生財務大臣がいろいろね頑張ってくださったんで、税収が60兆になったというふうにね胸を張っていらっしゃるんですけども、このね税金が増えて喜ぶのは財務省でしょ。私たち国民はね税金あんまり払いたくないんですよ。だって自分の使いたいお金がなくなっちゃうわけですからね。だから言ってみればね、あの麻生財務大臣は税金を余計にぶん取ったぞっていうふうに威張ってるわけなんですよ。ね、国民から盗んだと言ってもいいですよね。合法的な盗賊、それがまあ税金なのかなと思いますよね。もちろんね、私たちも適正な負担っていうんですか、こういったものは必要だと思うんですよ。何もかもね、ただで福利厚生くれって言ってるわけじゃないんですよ。適正な負担ですよね。そして適正な還元。まあもっと言えばですね、税金を払いたくなるような仕組み、社会制度なら全然問題ないんですよ。でもたくさん払ったのになんだよこの世の中はみたいになってくると、さすがにねなるべく払いたくないなと思っちゃいますよ。だから租税回避とかしたいわけでしょ。で大金持ちはそのパナマ文書じゃないですけども、その政治家さんもそうですけどね、もう課税逃れ率先してしてるわけじゃないですか。でそれでね、私たち庶民に重税を押し付けるっていうのはとんでもないことですよ。そもそもですね、税金を上げることによって税収を上げるっていうのは最も単純なロジックですよ。そうじゃなくって財務省の方でもね工夫して国民からの税金を吸い上げることなく、今の税制のままでどうやったら最も最大限ねパフォーマンスが出せるかなってことを考えればいいわけですよね。例えば財務省でちゃんとね投資をしていくとかね、財務省の中のマネーで、で財務省が全てのお金を握ってるわけですから、財務省は投資用のお金を用意して、それで投資運用利回り出せばいいわけでしょ。だってお金のプロじゃないですか。誰よりもお金に詳しいわけでしょ。人にNISAとかね、老後2000万円問題とか投資をやりましょうって進めるぐらい上手なわけでしょ。ってことは財務省の中で勝手にお金をね生み出して、そのお金で勝手に投資をして利回りを出してくれれば、別に私たち国民からの吸い上げる税金変えなくてもいいわけですよ。でね、自分たちで投資もできないし税金の運用もできないし、それこそ歳入歳出のコントロール、これがねうまくいってないところで赤字が出そうだから国民から取り上げようみたいなね。でそもそも税金の税収が60兆円になったって威張ってますけども、それはね消費税上げたりとかなんなりすれば、単純に上がりますよ。まあ、こっちの払ってる量がその分だけ割合増えるわけですから、分取られてるわけですから、それをもってね麻生財務大臣が別に威張ることはないと思うんですよね。うん、だからね、そのもう一つね、就職率が上がったって言ってましたね。就職率が、あの人口減少なんで、そもそもあの働き手を集める方が大変なんですよ。だから待遇はこれから良くなっていきます。これは別に政治の力じゃありません。民間企業がまああのスタッフさんをね、労働者を働いてくれる人を集めるために身銭を切ってるってことなんですよ。だから就職促進になんかね補助でももっともっと出れば別なんですけども、放置でしょ。でこれから少子高齢化でますます現役世代とかね、20代とか30代で最前線で働いてくださる方が減るわけですよ。これどうするんですかってことですよ。だから別にね、就職率が上がっていくのとか有効求人倍率が、ね、適正になっていくのって別に当たり前なんですよ。これをね、別に麻生財務大臣の手柄でも何でもないんですよ。民間のもうこのパワーバランスですからね、何を言ってるんだろうなと思います。うん、で働く人が400万人増えたっていうふうにこれ麻生財務大臣言って、まるで自分の手柄みたいに言ってますけども、あのね、働かざるを得ない人が400万人増えたわけですよ。テクノロジーが進歩してみんながねお米を作んなくてもよくなったわけでしょ。みんなが工業製品作らなくてもよくなったわけでしょ。ってことは労働者は減っていく方向で施策が作れるはずなんですけども、
なぜかね、ブラック労働とかね、職場でパワハラ受けて自殺みたいなことをしなくてはならないような不本意にも働かないといけない人が400万人増えたとも言えるんですよ。本来は喜びと楽しみ、そして社会参画のために働きたいなっていう、そんなね時代になってると思うんですよ。なんで未だにねブラック労働しないといけないんだと。その裏側で麻生財務大臣は朝9時から夕方5時まで座ってるだけの職位でしょ。何なんだと思いますよ、このアンバランスさは。だからね、何もかもね、麻生財務大臣なんか俺はすごいことやったみたいに会見で語ってますけども、はっきりひどいことばっかりしてるということしか私は感じれないんですよね。それからね、デジタルテクノロジーっていう話がありました。これは、まあ、今いろんなねデジタルテクノロジーの進化によって税金が追い切れないって話ですよ。例えばね、暗号通貨みたいな概念っていうのはずっとなかったわけですよね。でもここ数年暗号通貨での含み益を利確するっていうことが起きてきて、そこにまた税金をこうぶち込んでくるわけでしょ、搾取しに来るわけでしょ。ってことは、そういうふうな新しい税金の目ができたら、それは法定通貨でも何でもなくっても法定通貨だっていうのを無理やりに解釈をして我々から分取っていくわけですよ、ね、そうやって必死で頑張ってね、なんとか自分の所得を上げて社会を盛り上げようとしているところに水を差すことをね繰り返し繰り返しやってくるのはちょっとやめていただきたいんですけども、でも麻生財務大臣が言われている中で補足できないお金の流れね、課税逃れという税金っていうのがあるのはまあ問題だと思うんですよ。多くの人の税金や国債で作った港湾施設とか空港、社会インフラをただ乗りしていって、でそこに対する利用料たる税金を払わない、そういった海外の仕組みがあるのは憂慮すべきだと思います。そこは私もね同感しますよね、うん、だからタックスヘイブンなどね租税回避なんていうのがあるのはあるで仕方がないことだと思います、今はまだね。ただ国際協調のもとそうならないように工夫していくことも麻生財務大臣の言われている通り考えていく必要があるのかなというのは、ここはね大いに同感ですね。私も別に全部否定するわけじゃなくって、筋が通らないよってことははっきり言わせていただきますし、でもさすが麻生財務大臣だなと、これはそうだよねってことはね、まあその是々非々で強化してさせていただきたいかなと思います。まあまとめますとね、麻生財務大臣、我々国民が喜んで払いたくなるような税制にしていただきたいんですよね。リスクを負って暗号通貨で儲けても半分分取られるんだったらやってらんないですよね。それはね、一番課税額の低いところを探してそこで、決済するようになっちゃいますよ。だからできればこの日本に恩返しをしたいなって思えるような麻生財務大臣であり、財務省であり、政治家さんであり、社会通念であってほしいんですけども、それを壊してるのは誰だってことなんですよね。緊急事態宣言下でステーキ食いに行ったりとかね、なんかね、みんなで打ち上げとかしてるわけでしょ、厚生労働省も、そうではなくって見本となるようなね権力者であってくださいよ。私たちは権力者ではなりません。でも一定の権限を持っています、国民としてのね。でもその権限を使うときに、なんかね、その権利を持つことがいやらしくて卑怯なことだっていうふうな先入観をなくしたいんですよ。この権利を持つ者にはそれなりの責任がついてもあります。権力者には模範となるような行動が求められています。ただそれが全くないのが自民党であり現政権であり、麻生財務大臣様々なのかなと思いますよね。財務省の問題も根深いですよ、ね、今回矢野事務次官ですか、何ですか、国債発行しようとしてるところに水を差すとか、総理の決断に逆らうとはどういうことだと、ね、上司の、ね、決断、国民の決断に何抵抗してんだってことですよ。え、財政破綻する、破綻してももう OK だよ。財政出動して破綻するんだったら日本がね破綻しようじゃないですか。そしたらね、またね一から焼け野原の中から私たちはやり直しますよ。もう破綻する破綻する破綻するとか言ってね、バカな理論を振りかざさないでいただきたい。もはや私たちの暮らしは破綻してますよ。もう心配しなくて OK です。破綻を心配するなら、ね、財務省のね給料が破綻することを恐れてるんでしょ。今までの理論構築が崩壊することを恐れてるんでしょ。バカバカしいと。ね。間違いを認めて、正しい道に行きましょう。ね。そして、あとはね、森友問題でお亡くなりになった。あの問題はね、騙しちゃダメですよ。ごまかしちゃ。きちんと決着をつけていただきたい、森友問題に。ね。それが財務省の最低限やるべきことだと思いますよ。重税をかけることが、
あなた方の仕事ではないと。財務省の仕事、それは盛りかけ問題、これを明らかにすることです。再調査は内部でやるんじゃなくて、なんだったら私が行きますよ、再調査にね。それからこの問題に意欲的な青汁王子、立花隆さん、その他、森友問題、本当にね、あれはね、人の命は何だと思ってるんだと、ね、拉致被害者の問題も大きいですよ。でも森友問題も無視して、これからの財務省は飾れないと。そして財務大臣を、まあ、この度ね、辞められた麻生財務大臣はうまく逃げ切りましたね、責任取らずに。最高の卑怯者でございます。では今回は以上です。